なんか喉が渇いたな。ジュース飲みたいんだけど、ちょうど小銭切らしちゃっててさ。あ、俺もちょうど小銭持ってないわ。俺も。なあ、エイジは？少しは持ってんだろ。貸してくれよ。俺たち友達だろ。僕の名前はエイジ。ご覧の通り、クラスの不良たちにいいカモにされている超絶雑魚陰キャだ。昨日貸した分まだ返してもらってないけど。ああ。出します。出しますから許して。初めからそうしてりゃいいんだよ。ワルオ君、エイジ君、生徒間でのお金のやり取りは禁止されているはずです。委員長。冗談だって冗談。なあ、エイジ。うん。であれば紛らわしいことはしないでください。彼女は学級委員長の静香さん。成績優秀、品行方正。それでいて、あのどこか人を寄せつけない雰囲気。戦隊ものならブルー担当という感じのクールビューティーだ。チッ、うるせえ、アマだ。黙っときゃいい女なのによ。命拾いしたな、エイジ。うん。この通り学校に僕の居場所なんてない。だが僕は気にしない。なぜなら、マホリン最高、絶対正義、可愛いの化身。この通り僕には心のオアシスとも呼ぶべき神アニメ、魔法警察マジポリマホリンがあるからだ。はっと、出た、マホリンの必殺マジカル空手。くっ、このヌルヌル作画、とても子供向けアニメとは思えませんな。くぅ、むふふ、シリーズ最高傑作との呼び声高い、ガサッとマジポリと並んだのでは。何の変哲もない女の子マホがマジカル警棒で変身し悪を倒す、毎週日曜に放映中のこのアニメの録画をヘビロテするのが僕の日課だ。マホリンの活躍を見ていると学校での嫌なこともあまり気にならなくなる。そして今週末、ついにこの時が来た。ハートモール猫岡店リニューアルオープン。初日にはマジポリのみんなも駆けつけるよ。みんなもステージでマホリンと握手。まさかこの街にマホリンが来てくれるなんて、この日のために僕は生きてきたと言っても過言じゃない。落ち着け僕、まだ慌てる時じゃない。そんなこんなでイベント当日。これが生のマジポリショー。マジポリは現実だった。やっぱり親子連れが多いか。けど大きなお友達も結構いるよね。まあ僕もその一人だけど。リュウ、マジプリ最高でござるな。どうせこんなところに学校のやつらが来るわけないし、まあ気にしない気にしない。続きまして、マホリンたちとの握手タイムです。希望の方は係員の誘導に従い整列ください。はあ、とうとうマホリンに会えるんだ。ん？愛が溢れてる。これはまごうことなきマホリン推し。うわあ！落としましたよ、マホリンの悪気。ありがとうございます。順番ですよ、前にお進みください。話は後で。お願い、ちょっと待ってて。今はそっちが大事。マホリンと握手しちゃった。しばらく手洗えないかも。まさかあの委員長がマジポリのファン、それもかなり強めのオタクだったなんて。お願いです、今日のことはどうか黙っていてください。大丈夫だよ、言いふらしたりしないから。でもそんなに恥ずかしいことかな。マジポリシリーズって男子はともかく女子はみんな通った道だと思うけど、先に手を出したが運のつき、これが正義の正当防衛よって。決め台詞ですね。私もよく友達と真似してました。でもみんな卒業しちゃって、そういうアニメはもう子供っぽいからって。みんな分かってないな。ポップでキュートな世界観ながら散りばめられた社会風刺、手抜きなしのアクションシーン。何よりマホリンたちマジカルポリスの泥臭くも熱い友情、あれこそ世代を超えたエンタメなのに。わかります、3期で普段おっとりなマジポリミルルが。
みんなをかばって敵幹部もろとも陽光炉にダイブする回とか、もう涙なくして見れないですし。そこから間一髪魔法林たちが起死回生のマジカル飛び膝蹴りを決めて救出する流れが神だった。仲間は絶対守り抜く、そして悪は絶対許さないっていう魔法林たちの信念が本当にかっこよくて憧れるんですよね。それでグッズもそこまで集めたんだね。すごく愛を感じる。昔菓子パンについていたシールを集めてたんですが、1枚だけウルトラレアのシールが手に入らなくて、その時の悔しさの反動かグッズはコンプしないと気が済まなくなっちゃって。菓子パンのウルトラレアシール、ひょっとしてマホリンのペガサスフォーム？それです。そのシールなら2枚持ってるよ。よかったら1枚いる？いいんですか？静香さんぐらい熱のある人になら喜んで、休み明けに持ってくるね。ありがとうございます。静香さんって普段クールなイメージだったけど、こんな風に笑うんだ。ふんふん、静香さん喜んでくれるといいな。あ、いって、てめえどこ見てやがる。なんだこれ。あれじゃね、ほら日曜の朝にやってる子供向けアニメ。つかなんでこんなもんエイジが持ってんだよ。それはこんなアニメが好きとか、さすがオタク。マジキメ、うっげー。うわ、お前こんなのが好きなのかよ。前々からキモいやつとは思ってたけど、ほんと救えねえな。俺が根性を叩き直してやるよ。あ、やめ。掃除でちょっと遅れちゃった。エイジ君待ってるかな。必死になってマジキモいんだけど。そんなにこのシールが大切なのかよ。これだからオタクはわかんねえな。ちょっと、あなたたち何してるの？うん、うげえ、出たよ面倒なのが。こんな人気のないところで何ができるって言うんだ院長さんよ。まあ俺も女殴るほど鬼じゃねえし、さっさと帰るなら見逃してやるよ。静香さん逃げて、僕は大丈夫だから。何カッコつけてんだよてめえ。やめなさい。忠告はしたはずだぜ、帰るなら見逃すって。つまりもう見逃す必要はないってことだよな。静香さん。あの悪王が一撃で。なんだ今の。今のはマホリンの必殺技マジカル焦点。先に手を出したが運のつき。これが正義の正当防衛よ。俺たちが悪かった。もう手は出さねえから。仲間を置いていくなんてどこまで卑劣なんだか。エイジ君大丈夫？うん。でもまさか静香さんがあんなに強いなんて。実はマホリンの使うマジカル空手に憧れて、小さい頃から空手を少々。すごいや。それに比べて僕は一方的にやられてばっかで、ほんと情けないよ。そんなことないです。え？私のためにシール命がけで守ってくれたんですよね。うん。大切なもののために命を懸ける、マジポリミルルバリにかっこよかったです。じゃあ僕を助けてくれた静香さんはマホリンだね。そして僕らはあの一件がきっかけで付き合うことになった。ミルル頑張って。負けるなマジポリ。子供向けアニメ大好きな陰キャオタクがクールな美人委員長の秘密を知った結果、同じ趣味の、いや同じ志の恋人ができました。漫画